が能書きはもういいぜ。てめえが元締めってことだかよーく分かった。ああ誰だか知らねえけどぶっ倒す。人がシャドウになりたがってるだ。人の望みがてめえの望みだ。ざっけんなよ。俺らがいつ望んだよ。達成ぐらいあがいてあがいてここまでたどり着いたんじゃねえか。そう、それだけが私の予測を外れていた。自らを殺すはずだったシャドウを次々と制御し抗う力に変えてしまう素養。新しく不確かな覚醒、果たしてそれはかけるに足る人の可能性であるのか、見極めねばならない。都合は聞いてねえ。ごちゃごちゃ言ってっけどよ、ぶっ潰しゃいいんだろうが。当然です。なら話は簡単ね。みんながシャドウになるの嫌くな。絶対にやっつける。全力でバックアップする。いちゃいけないでしょこんなやつ。うん。蹴りと行こうぜ。こんな目ん玉野郎に好き勝手をさせねえ。ペルソナ。ペルソナ。ヘルソナ！ヘルソナ！
を晴らすことなど誰も望んでいない。誰も望まぬことをなぜしようとする。思い直せ。それは本当に正義か。You
ペルソナ。エルトラ！なるほど、強い力だ。力は心が生み出すもの。人の可能性をお前たちは示したのだ。いいだろう。お前たちが帰る場所の霧を晴らそう。我が望みは人の望み。人が望む限り私はいつでも現れよう。私はいつでもすぐそばにいる。お呼びでないクマ、クマたちが絶対させない。どちらになるかはいずれ時が示そう。新たな可能性の子らよ。
足立さん、あいつに操られてたのかな。さあ、望んでた面もあったと思いますが。なんだよ、これで終わりか。別にいいよ、君らは君らで考えた通りに生きりゃいい。未来を変える力ってのが君らにはあるって言うんならさ。んなもん誰にだってあんだよ。さあな、行けよ。僕はもうダメそうだ。ここでシャドウにでも食われてやるさ。構うな、もともと僕を殺しに来たんだろう。ちげえよアホが。ここに瀕死のてめえ置いてって、いつか死体が上がって、そんなん何になんだよ。つまんねえ遊びは終わったんだ。てめえは連れて帰る。生きて裁きを受けなよ。それが現実のルールってもんだろ。そうか、そうだな。堂島さんもそれを一番望んでいるでしょう。同じ力があるのにこんなに結末が違うなんてな。簡単なんだよ、言うだけならさ。でも君みたいに生きてたら少しは違ってたかもな。戻りましょう。どうも、堂島刑事から連絡を受けています。容疑は山野真由美、小西咲に対する殺人。以上でよろしいでしょうか。間違いありません。了解しました。下に救急車を呼んでますが、ここから担架で運びますか。救急車、堂島刑事が必要だろうと。容疑者を手厚く保護してほしいと、そのあくまで個人の要望として頼まれましたので。相棒だったもんね。では担架をお願いします。了解しました。走ったら危ないでしょ。
今度こそちゃんとできたんだ。な、何先輩、泣いてるとか思った？眩しいだけだもん。こんな空青いの久しぶりだから。終わったな。長かったな、ここまで。けどまあこれで俺たちの勝ちだ。え、なんすか？なになに？じゃあ行くよ、せーの、やったぜ。あー、言えよ。リセちゃんの時は息あったのに。いや、今のいきなり合わすってのはハードル高いと思う。今のどこに合わせればよかったんですか？王のとこ。もう一回やるしかねえんじゃねえすか。こういうの二度目とか閉まらねえな。じゃあほら里中、もう一回やれよ、さっきの変な掛け声。変とか言うからやだ。あの人目もありますし、この状態で長いわ。なんか手が汗ばんできちゃった。もう仕方ないクマね。じゃあここは先生、一つ頼みます。つうかこういうの終わった後じゃなくね？出発の時じゃね？え、いいじゃん。재미있게 보셨나요? 영상 설명에 있는 블로그 사이트에서 여러 가지 소개해드릴 내용들도 있으니 부디 방문해주세요. 채널 구독 및 좋아요 눌러주셔서 응원 꼭 부탁드립니다. 시청해주셔서 감사드립니다.